クリスマスといえば飾り付けやツリー、それに華やかな衣装。でも彼女たちはまだ何も準備していません。こうなったら、いい感じ。クリスマスのセーターを着て飾りをつけたら、クリスマステーマの美容ハックを見ていきましょう。はい、パーティーってここ？その服装でありえない。ほら、これが普通、これがクリスマス、違いがわかるかい？なるほど、ちょっと待ってて。いいでしょ、万が一のためにいつも持ち歩いてるの。そのアイマスク見せて。え、いいけど、もう一つ作ってあげようか。いくよ。アイマスクが頑張って作ったのに。バイバイ。最低。そうだ、セーターのおかげでいいアイディアが思い浮かんだ。よし、まずは頬、おでこ、顎と鼻に白いフェイスペイントをつけるの。しっかり広げて、次は茶色、こうやって線を引くの。スポンジを使うと綺麗になじむよ。目の周りも忘れないようにね。まぶたにしっかり広げたら、次はペンシルアイライナーで線を描いて、その上に茶色のフェイスペイントをのせるの。印象深い目にしなきゃ。鼻には赤いペイント、くすぐったい。唇もね。あとは仕上げ。完成。かわいいトナカイになっちゃった。パーティーにぴったり。サンタはいるかな。これでどう？これぞクリスマス。一緒に写真撮ろう。入っていい？もちろん、楽しんで。ハロー、入ってもいい？どれどれ。で、サイン見た？ああ、どうしよう。はい、どいて。大切な飾りだよ。友達はみんな入れたのに。あ、これ使えるかも。うん。え、あれは？そこを抜いて、大きな飾りが通るよ。ちょっと待って、何か怪しい。お、元気？私はもう行くわね。成功すると思ったのに。じゃあ今度はもっといいこと思いついちゃった。リキッドアイライナーを使って目の周りに線を描くの。次に白いペンでもっと線を描く。線が太くなるようにね。違う色のフェイスペイントでデザインしたら、キラキラも忘れないように。金色がおすすめだよ。髪の毛はどうしようかな。これが使える。大きいのをつけたら、上に小さいのを重ねて、次に髪の毛でしっかり隠して、輪ゴムで固定する。もう一つはここ。あとは上に髪の毛を巻いて、クリップをつければ安心。髪の毛の色も変えちゃおう。デコレーションもね。この星を上に乗せれば完璧。クリスマスツリーになっちゃった。これでどうかな。わお、かわいい。
すごい衣装ね。入っていいよ。ありがとう。普通の洋服はダメなのか。クリスマスの衣装、今日は入れそうにないな。残念だね。今日もこの僕がパーティーにふさわしくない子を拒否するぞ。今のお腹の音、なんか食べたいな。このアイス美味しい。でもクリスマスだし。はい、それアイス？あげる、どうぞ。クリスマスの奇跡だ、ありがとう。あ、そうだ、いいこと思いついた。わあ、ここはどこ？あ、なるほどね。まずは白いフェイスペイント、青を混ぜたらスポンジでしっかりなじませるの。もっと楽しくなるよ。目の周りを青くして、まぶたにグリッターをつける。いい感じ。反対側もね。眉ブラシで眉毛を白く塗って、白いアイライナーで細かいデザインを描く。仕上げはもちろんグリッター。唇もね、キラキラさせたら、あと少し。とてもクール。パーティーまでワン、ツー、スリー。うぅ、最高。素敵な衣装ね。綺麗。よし、このパーティーはお菓子禁止だからな。ハロー、君も警備員かい？ストップ、ストップ。これは現実、疲れてるのかな。現実だ、疲れもある。これできる？もちろん。ちょっと待て、君ハンサムだな。大成功。ゆっくり。あと少しだったのに。お菓子、お菓子は禁止。生徒、ウィッグ、やっぱり。いないで。うわ、じゃあ帰るね。二度とこんなことするなよ。ここなら大丈夫そう。これはもういらない。代わりにこうやってパーティーに入る。キャンディーを半分に折ったら、特殊メイク用パテでほっぺたにくっつける。反対側の頬も同じようにね。フェイスペイントでパテを肌になじませたら、パテがわからないようになじませる。次に赤色で血を作って、こっちの頬も同じように。血が垂れているように見せるとよりリアル。あとはメイクをするだけ。アイシャドウもね。うん、いい感じ。あ、着替えなきゃ。やっほー、パーティーはここ。あの、大丈夫？一体何がクラクラする？倒れちゃった。助けたいけど踊ってくるね。素晴らしい衣装があってこそクリスマス。お気に入りはありましたか？コメント欄で教えてください。この動画をお友達に共有したら、チャンネル登録もお忘れなく。